皆さんお元気ですか？かかじいです。今日はね、こちらに残りのいちごちゃんの株を植え付けてきますぞ。まずは防鳥ネットを止めてるこのね、U字支柱を取り外していきますよ。これで取ることで防鳥ネットを簡単にめくり上げることができますぞよ。はい、植え付けるとこだけね、こうやってめくり上げます。はい、そしたら植え付ける株、ベランダから持ってきた子たちだね。これはエンジェルエイトエイちゃんかにゃ。はいはい、枯葉を取ってね。はい、後で集めて捨てますぞ。あ、これ女宝ちゃんだね。茎が赤いね。茎の色でね、うちだとエンジェルエイトちゃんと女宝ちゃんの区別がだいたいつくって感じかな。お、これ実がついてるエイちゃんだね。お、でっかいの来たね。これもエイちゃんか。でかいね。さあ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 、植え付けてきますよ。ここからは早送り。さあ、今回は15倍速で超特急でお見せします。まあ、手順がね、前回までお見せした動画と同じなんでね、穴開けて、水入れて、株入れて、土寄せてって感じだからね。で、今、女宝ちゃんが終わって、エンジェル8エイちゃんを4株かな？植え付けててますぞ。はい。今回は土のお持ち帰りがないんでね、取り出した土をそのまま必要な分だけ戻してって感じかにゃん。はい、このね、畝感がね、狭めに作っちゃったんで、結構細かいこういう作業をするときね、大変なのよね。あと、私のお尻が大きいからっていうのはあったりする。あ、余った土を横に向こうの畝に寄せたね。あ、戻すのかな。株を入れて、で、どうする。あー、やっぱりそんなに土は戻さないね。掘った土がほとんど隣の畝に行ったまま戻ってこないみたいな。さあ、でっかいやつ、でっかいやついきますよ。でかいね、これはでかいな。あれだね、根っこの状態も良さそうだね。さあさあさあ、こんな感じで終わったかにゃ、終わりかにゃ。あ、終わりましたな。あ、水やりしてるね。水やって、はい、あ、スピードダウン、スピードダウン、スローダウン。はい、え、どうした？ネット戻すんじゃないの？あ、カーカー、カラス鳴いてる。また今回もカラスが鳴いてる。はい、でもカカジは帰りません。カラスが鳴いても帰りません。これを、あ、ここ一つあれだ、増やしてネットが垂れ下がらないようにってしたかったんだね。おお、バイクが通り抜けたよ。カラスとバイクのコラボレーションだぜ。おいえい。さあ、何の話をしてんだか。さあ、そして防鳥ネットをしっかりと引っ張って、いい感じで引っ張って、カー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 と鳴いてるけど、引っ張って引っ張って、これで、あ、そうだ、今回ね、U字支柱で止めずに洗濯バサミ、ポリカーボネート製の洗濯バサミで止めてます。これ実はね、この U字支柱を別のとこで使いたいなってことで、U字支柱止めは今回からなしということでね。はい、結局ベタな方法に戻りました。はい、で、そうだね、止めてね。はい、止めて、他は全部止めるよね。奥の U字支柱もストッパー用の U字支柱は撤去って感じだろうね。さあ、順番に、おい、あ、いい感じで止まったんじゃない。はい、たら奥の2本を、はい、そうだね、1本取って、もう1本取る、どうする、悩んでるぞ。あ、端っこは置いとこうかみたいな。とりあえず洗濯バサミを取っている。 OKOKOK、 これで要所は止まったんじゃない。さあさあ、これで4本の U 字支柱が余ったのかな、5本かな、4本だね。た
ということで、いちごちゃんの作業完了ですぞ。んずっす。続いての作業はこちらにネギちゃんを植え替えていきます。はい、こっちの辺ともう一辺、はい、こっちの面、こっちとそしてこっち、ここにネギちゃんを植え替えていきますぞ。さあさあ、かなりもうすでにかかじバテバテなんですが、一旦この2つのラインを掘って植え付ける深さまでね、溝を深くしてきますよ。でもってこれなんで植え替えんのみたいな話なんだけども、今メートル、これは白太ネギちゃんかなの左側のね辺のところ、あそこと向こう側のなんだっけ下仁田ネギさん、そっちはねお隣さんと隣接してて、で今見えとるように空間は作ってんだよね。畑と畑の区画の間はスペース空けてんだけど、やっぱりそこそこ狭いからさ、必ず隣の区画とね隣接してるところを作業するときにこのネギちゃんがいるっていうのが非常にストレスで、ストレスマッハでしたよ。なので、ああなるほど、広くなっている通路側のこっちの2つのラインで植え替えちゃえば向こう側の作業楽になるねって思って、まだ間に合うでしょうってことで今のうち植え替えちゃおうってところで、そこでようやくネギちゃんたちを落ち着かせることができるって感じかな。そして今メートルね、あの畝に植えてるネギちゃんの数々束になってね、密集して植えてる子たちは今日の後だったかな、持って帰って大量のネギ汁を作って食べまくりましたぞ。はい、溝が終わったってことで移植ごてで植え付ける穴を掘ってってるね。はい、ここからは植え替え作業なので早送りでいきましょうか。はい、こうやってね植え替えていってますよ。はい、これもう一回ガーってねシャベルで起こしてね、抜きやすくしてからこうやって持ってきて、はい、配置して植え付けてってます。お、お尻が、お尻ばっか映っちゃうんでアングル変えたね。うん、この方が見えやすいね。さっきのアングルだとずっとカカジーの背中とお尻だけが見えるという恐ろしい事態になるところでした。はい、こんな感じで結構順調にね、もうネギの植え付け方は何回目植え替えに植え替えを重ねてるんで結構扱いが慣れてきてるね。株の間もちょっと狭めだけども、まあ本数あるんでね、こんな感じでいいのかなって思いますよ。バン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 、今ピロロロってあれ鳥の声だね。はーい、お、そろそろ終わりじゃね。あ、さらに角度変えるのかな、よいしょ。あー、やっぱり角度変えた。はい、残りのちょっとって感じだね。あ、いいね。15倍速だとバンバン早く植え付けてってくれるからいいね。あ、これ終わったんじゃない。はい、残った土を寄せて寄せて寄せて、 OKOKOK。 あ、いい感じじゃないでしょうかね。上側には安納芋ちゃんが見えとるね。かなり葉っぱが紫色になってね、ここが日陰な影響があんだよね。お昼ぐらいまでねこのエリア日陰なのよ。ちょっとね考えないとだね。さあさあ、終わったんじゃない、不比喩とるぞ。はい、ということでこちら白太ネギちゃんが植え替え完了となりましたぞ。オッケーオッケー、んずっす。続きましてはこっちのラインに下仁田ちゃん、右側にちょっと目取るよね。この子を植え替えてきますよ。あのビニールはね膝をつくようなんだね。サバゲで使ってた膝パッドちょっとしまい込んじゃってるんで出てこなくてね、今度引っ張り出しておきたいかななんてね思いますよ。さあさあ、ここからはさっきと作業同じなんで早送り。
さあ溝を深くして、まずは溝を深くしますよ。今回はシャベルを使ってみてますね。細くしたかったのかな。クワだとね、ある程度の幅を深くするのに適してるからね。そうだね。さあ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 、ガガガガってガガってガガガってガガガガって掘っちゃうの。ほほいのほい。また歌い始めちゃったかかじ。さあそろそろ終わって、ああそうだね、これ向き変えてこうやってシャベルでちょっと遠目からね、ガガってやって掘り起こして柔らかくして抜きやすくして、抜いたらこっちにね持ってきて、はい、ポンポン上につけてきますよ。まあ、いっぺんに抜いちゃうとね、根っこ乾燥しちゃうんで、ある程度の塊を取ってきたら植えて、取ってきたら植えてみたいな感じでやってみました。今回土がねそこそこ湿ってたんで、水を入れてから植え付けずに先に植え付けちゃったね。これ取り入ってるね、取り入ってるよ。おはい、来た、帰ってきた。はい、こんな感じで、ほら膝にビニール袋、これなんだろう、防鳥ネットかなんかの袋かな。なんか膝パッドの100均で売ってんだけどね、買ってくればよかったね。はい、さらに残りをガガガッとガガッと、これ大丈夫なのかな、畝のへりに植えてるけどこれ大丈夫なのかね。この辺の経験値がないからね、やってみてって感じだね。さあ残りちょびっとだ、なんか本数の目算を誤った、ちょっとしかない。畝にほいって放り上げた土を寄せて、さあバッテバッテでなんとか終わりましたよ。下仁田ちゃん、こんな感じで植え付けましたよ。畝間のね通路のとこは避けときました、踏んじゃうとあれなんでね。 OK、 じゃあこっちで、こっちが白太ちゃん。さあこの後はネギちゃんを取り出したこのラインを埋めていきますぞ。はい、では埋め立て作業ですぞ。大丈夫、ぜはぜは言ってるけど休まなくて大丈夫かかじ。どうすんの、休む、いやーやるんだ、このまま続行なんだ、いやーガッツあるねーって自分を自分で自画自賛。こうやって畝間の通路の土を使って埋め立てていく感じかな。いやー畝のね土は使えないからね、この辺土配分を全く考えないでその場しのぎでなんか行き当たりばったりでやっちゃったからね。はーい、早いね、早送り15倍速の魔力。こんな感じでね、もう使えるとこの土はちょこちょこって使って、あと端っこのね畝の端っこはこうやって固めて崩れないようにしてみました。さあこんな感じでいけたんじゃない。はい、こんな感じで、はい、ここが埋め立てたとこですよ。もっとね深く穴が溝があったけどね、なくなったね。はい、こっちがこれ下仁田ちゃんかな。はい、こんな感じでこのラインから L 字ラインが埋め立て完了しました。はい、これが下仁田ちゃんのライン、それからこっちが白太ちゃんのライン。いいね、 OK ですよ、できました。さあ今度はこの最初に植えたネギちゃんたちを掘り上げて食べちゃえっていうことでね。はい、掘ってきます。まあこのネギちゃんを食べる動画は撮ってないんでね、掘り上げて終わりって感じかにゃ。おいしょおいしょ。まあなんでこれを掘り上げてるかっていうと、この畝を今日から使うからでございますよ。はい、ほぐしたんでこれで抜けるかにゃん。移植ゴテを取ってきたので簡単にこうやって掘り上げできますよ。はいはい、ネギ坊主もちょっとできちゃってるね。まあでもこれね、美味しく味噌汁でいただくことができました。細いやつはね、あれだ、うどんとか茹でてざるうどんにしてね、薬味で食べたりさせていただきましたね。いや、あの紳士のアドバイス通り、八百屋で売ってるネギは植えずに食べちゃいましょうってことでね、はい、実行させていただきました。ただん、
さあいよいよこの時が来ました。ダンと焼肉用レタス種を植えてきますよ。ここにレタス天国を作りたいと思います。種はこんな感じで遮光の中袋に入ってたね。なになに、おっと、気温が高い時期はあかん、植え付け20度前後、はい、生育管理はこれってことは秋口に植えた方が良さそうだね。これはここから暑くなってく時期だからタイミング間違えたかもしんねえ。いや実学だ、どうせ空いてる畝だ。こうやって移植工程で筋を2本作って種をまいていくんですが、焼肉用レタス島さんちゅちゃんはかかじりから見てね、手前の溝、今掘ってるこっちの溝、はい、奥の溝に巻いていきます。これ作業素手でよかったんじゃねえの、こんな作業しづらいモコモコの手袋でやんなくてもね。さあここからは、はい、今度は5倍速だね。パッ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 パって、はい、結構多めに巻いてみました。はい、かぶせてかぶせて、いい感じじゃない。はい、ってことで種まき終わりました。そしたらじゃじゃじゃん、早取りの小松菜ちゃん、ダイソーさんの種だね。はい、まあこの辺もねタイミングがだいぶずれちゃったけども、まあ大丈夫かにゃってことで種をまいていきます。はいはい、見やすい5倍速溝を開け直して、はい、小松菜ちゃんの種をバーッと巻いていってますよ。どれぐらい発芽するのかね、結構暑くなってきちゃったからね。はい、って感じでサクッと葉種が終わりました。これで水やって完了かしらね。 OK ってことで、こちら早取り小松菜ちゃんを葉種しましたでした。そしたら水やりします。バーってね、たっぷりね。でこうやって水がほらじわーってさ、水たまりっぽくなってきたらちょっと置いて染み込み待ちしてまた巻いてみたいな、たっぷり繰り返してね、少しでも発芽率よくしたいのでね、こんな感じでバーって巻いてますよ。いいね、5倍速だと染み込んで草間がすごいちょうど分かりやすい。はい、ってことで水やりが終わりました。んずっすまだまだ終わらないよ。ででん、サニーレタスさん、うちで使った残りだね。これを下仁田さんが植わってたところかな、そこにちょっとね台地を作ってそこに巻こうと思いますぞ。おい、こんな感じでサニーさん使いかけ入ってるかな。はい、ここですね。よっしゃ。はい、毎度おなじみの5倍速。滑らかな5倍速。はい。さあ、バーっと残りの種を全部まいていっちゃいますよ。筋1本かにゃ。はい、1列で作っていこうって感じかにゃ。うまく作れんのかにゃ。ここで、急遽こしらえた畝なんで。さあ、水やりかにゃ。そうですね、ここから水やりでバーって、さっきのレタスちゃんや小松菜ちゃん同様にこうやっていきますよ。はい、染み込んだらまたバーって、染み込んだらまたバーって、染み込んだらまたバーってって終わりかい。あ、いたいたいた。はい、これで終わりかにゃ。もう一回、よし、もう一回 OK。 はい、ということでサニーちゃんも箸が終わりました。んずっすく今日はまだまだ作業があるよ。このユージシチューね、いちごちゃんから取ってきたやつ、これをさっき箸した小松菜さんと焼肉用のレタスサンチュさんのねとこにねザクザクっと刺していきますよ。はい、等間隔にこれ5本あったね。はい、間間で刺して OK かにゃ。はい、ということでできました。んずっす。
さあ本日最後の産業はこちら、安納芋ちゃんの植え替えです。ここの場所一番日当たりが悪いんで、日の当たりのいいところに植え替えます。今こんな感じで、やっぱり日陰なんでね、葉っぱがなんか黒っぽくなってんだよね。さあそしてこちらに植え替えていきます。ミニトマトちゃんの列の一番日当たりがいいとこだね。そこに穴掘って水入れて植え付けて完了かんやん。はい、ザクッとね、誘引の支柱も立てて、あれ立てないんだあれ、あ、なんかあれだ、ここに最初から刺さってたやつ使おうってね感じで、はい、伸びてくれるのかな。全然伸びてくんないんだよね。ちょびちょびっとは伸びてんだけど、長くならないから一向に植え付けられないっていう。さあお水をたっぷりあげて OK じゃないでしょうか。はい、こんな感じで、はいね、ほら、あ、これちょっとね、あ、伸びてきたね、脇芽が伸びてきた、やっとこさだわ、伸びろ伸びろ、脇芽伸びろ、はい、頑張れ安納芋ちゃんですった。はい、さあこっちはこれさくらちゃんだね。下の葉がね、みんなね、猛暑で枯れてきてる、やばいやばい、どうすんのこれ。水はねこまめに来てはいるんだけどね、それでも暑すぎるみたいだね。でこの子ですよ、この子は甘っこちゃん、だいぶ実が大きくなってきて、はい、第2弾目も実ができてきてます。こんな感じで収穫楽しみだにゃー。はい、ということで今回はカカジイの畑、いろいろ植え替えと、それから葉物の種まきをしましたぞ。はい、シークンド極めましょうね。そう、カカジイは畑だって、シークンド、うん、ザス、さようなら、お元気で、頑張れミニトマトちゃん、くはー。チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここ。です。よろしくです。